6月の4日にオープンしたんです。まだ結構3、はい、6ヶ月、はい、そうです、はい、で最初のあたりはお店も自宅もなくなって何もなかったんですよ。で避難所に山田高校の避難所にはずっといたんです、はい、で6月の1日に中学校の仮設に、はい、引っ越したんですよ。で高校の避難所にいた時には、はい、やっぱりこれじゃダメだなと思ってね、やっぱり前向きにお店をやらないと不便だと思ったんですよね。ないとね、やっぱり困ると思うしね、復興のためにも、うん、頑張らなきゃと思って、うん、でも大変でしたったけど、なんとかここまで来れました、うん、震災の本が売れてますね。震災の本が、その時ね、津波で流されたりしてで見なかったんだって、ね、その後のあ、こうだったなっていうのを思い出したり、やっぱり後にも残さなきゃならないっていうね、あれもあって、うん、送ってやったりするのにも、写真集とかが売れてます。はい、そうです。あとは復興カレンダー、復興カレンダー、ええ、それが売れてます。仮説がいろいろですね、は山田の、同じ山田にいても、うん、7箇所も分かれてるんで、住所がね。だから無料でテレビガイドなんか仮設に配達したったんですよ。あ、そうなんですか。はい、ご自分ご自身、出版社の方から提供してもらって、はい、それで無料で、それで無料で配達もいたしますっていう宣伝を書いて、回ったんですよ、仮設。そうなんですね。はいはい、あとは流した時は辞典類が出ましたね。手紙とか、手紙の書き方とか、あとは国語辞典なんかはみんな持ってだったのを流したっていうので、字をね、どういうの読みたいですかって言ったりね、なるべくそういうのは一冊でもいいから入れたいなと思って、前はワンピースとかいろいろ出たんですけど、流してなくなったりするとやっぱり見たいなっていうのでね、その歌の流してしまったっていうので、50巻とか60巻とかってね、結構長く続いてますもんね。だから子供たちも買ってますね、読んでますね。今はあんまり出ないんですよ、無料で提供されてるから。そうなんですか。学校の方に本が無料でいっぱい行ってるかと思うんです。図書館とかがなくなって、図書館がまだ収めてるけども、雑誌とかまだあれになってないから、はい、あ、そうなんですね。無料で、入ってるんです、入ってるんです、ね、だからもう困るんです。